起こり始めたときに考える方が自然なんじゃないかなってことを思っています。まあ、家族と若年の問題として、まあ、ニートっていう問題を、まあ、ちょっとだけお話ししますけど、まあ、ニートってさっきいっぱいいっぱいっていう言葉に、こう、一つのこう、インスピレーションになって書いたってことを言いましたけど、まあ、まあ、ニートっていろんなことを言われまして、まあ、なぜこういう問題を提起したのかって言いますと、まあ、当時、こう、若年失業率が90年代後半から急速に上がりまして、やりたいことが、見つからないっていうふうに、だいぶ変わってくる時代ですけど、そのぐらいから、まあ、失業率が上がると同時に、働くことを断念する子供たちが大変増えてまいりました。まあ、それ非労働力というふうに統計では申しますけど、なかなかそこに注目が集まらない中に、やっぱりただ、こう、失業中の人たちだけを対応としていると、やっぱりもっと失業になる、その働く時代に希望を失った人たちに対して、何もしないと、どうも社会の中の大事な部分がメルトダウンしちゃうんじゃないかな、みたいな意識があって、まあ、こういう問題提起をしたわけであります。まあ、ニートについては、最近はそれほど報道されませんが、実は、昔と同じぐらい、多分おそらく今年はもっとまた増えるんじゃないかな、っていうようなことを思っております。多分70万人ぐらいっていうのが、近々に報道される数字じゃないかと思っておりますが、以前私が内閣府で少し研究会等に関わったときには、90万人今日はいるんではないか、っていうふうな数字を出したことがあります。この70万人という一般の政府の見解と90万人の相違っていうのはどこにあるかっていうと、家事手伝いっていうやつであります。まあ、家事手伝いっていうしているっていうふうな単身、独身の女性が日本では20万人ぐらいいます。いわゆる通常のニート統計に家事手伝いって含まれていません。ですので通常統計ですと、今ニートは男性のとも多いところになるんです。実は私自身の感覚では決してこれ男性だけの問題ではなくて、社会にどこにも居場所がないっていうふうな感覚を持っている女性は決して少なくない。しかし、彼女たちが自分たちのアイデンティティを表明するときには、それも家事手伝いっていう言葉の中で、自分たちに続けているもんですから、なかなかこういうのが浮かび上がってこない。ただ一方で非常にこう厳しい問題があるのは決して男性だけではなくて、まあ女性の問題だっていうことを思うわけであります。そのニート問題のまあいろんな本質がある中で、まあニートっていうのはどういう過程から発生するのかってことを考えますと、1990年代の初頭ぐらいまでは、どちらかというと、経済的に豊かな家庭から、ニート状態、もし働くことをしないっていう若者が増える傾向がありました。これは経済学のいわゆる労働供給理論で大シンプルな説明ができるわけで、余暇っていうレジャーっていうのが成長財、つまり所得が増えると同時にその需要が増える財だとすると、まあ、経済的に余裕のある家庭ほど、まあそこの家庭に属する子供たちは余暇を先行するっていう傾向が多くて、結果的にニート状態になることが多かったわけです。しかしこれが90年代後半から2000年代になりますと、その所得効果っていうのが確実に弱くなってまいりまして、むしろ最近では、むしろ経済的に余裕のない世帯から働くことを断念したニート状態の若者たちが大増えてくるっていう状態になってまいります。多分こういう状態っていうのは、おそらく日本だけではなくて、先進国がある段階を踏んで、ほぼ共通して踏まえてきたことじゃないかなと思うんですけど、そういう面では日本のニート問題っていうのは日本が紛れもなく先進国の失業問題と肩を並べるようになったということをある種象徴的に示しているものだと思っています。もう一つ、先ほど強さんの話にもありましたけど、まあ、派遣の問題、まあ、つまり非正規雇用の問題についても思っていると、もう家族の問題っていうのは大変象徴的に現れていると思います。これは例えば昨年、まあ一昨年と、まあ派遣の雇い止め問題、つまりリーマンショック以降、大変報道されて、まあそこそこ近くにある日比谷公園で、まあ派遣村なんかできたわけですけど、まあ問題がいろんなことをまあこう訴えかけてきたわけですけど、一つはやっぱり一番大事なことは、こう非正規雇用、特に派遣で働いている人たちの中では、本当に帰る家を持たなくなった。住むべき場所を持たなくなった時にも、ですが、帰るべき家とか帰るべき家庭っていうのがないっていう人たちが、決して少なくないっていうことをこう象徴的に表したことが、やっぱり今回の派遣の雇い止め問題の一番重要なところではないかなってことを私自身は思いました。つまり、ニートもかなり貧困問題というのが、隣接に関わってきているわけですけれども、今、その非正規雇用の一部の中にも、やはり実はこれは、帰るべき家を持たないような方々の中から、派遣とか非正規という形でしか働けない人たちが、多分少なからずいるんだろうということを、やっぱり象徴的にしてきたわけで、まあ、先ほどの強さんとお話しした、これも同じで、こういう家族の問題というものと、非常に密接に今の雇用問題というのは結びついているというのは、私自身も強く共感するわけであります。ただ、難しいのは、こういう家族の問題かっていうときに、その家族政策ってのをどう踏み込んでいくのかって大変に難しい問題である。雇用政策だけでは対応できないけども、じゃあその家族の問題をしたときに、一体どうするのかっていうのは、実は、
大変効率の問題と同時に、まず家族っていうのは他人がどういう形で踏み込むことが許容されるのかっていう、単に効率だけではない、社会的な公正性の問題を含めて大きな問題だろうなってことを思っています。さて、まあ、ここから少しこう、まあ、コーポレーションやファミリーをつなぐ問題として、やや労働市場という観点から、まあ、少し考えてみたいと思うんですけども、まあ、今のまあアメリカの労働市場、まあ、一時の大変厳しい状態から若干も回復をしてきたようですけども、まあ、2009年のまあアメリカ、リーマンショック以降のアメリカと、まあ、90年代末の金融危機にさらされた日本について関して見ると、私自身は少なくとも雇用状況についてはかなり似てるなっていう感じが、あの私自身はしています。またアメリカ失業率も上がりましたけれども、これはニューヨークタイムズの去年も取り上げられてましたけれども、比較的はその失業者のやっぱ若年ですとか、スキルを持っていない層が非常にこう真っ先にこう雇用を失ってきたっていうふうなことが強くあって、むしろこう、熟年層ですとか、比較的こう、あの、スキルを持っていた人は比較的その中で賃金も雇用も守られてきたっていうふうな傾向が比較的2009年には強いようで、あ、こういう状況は日本でいくとかなり、2000年代に入る直前の90年代急速に日本に数字が上がった状況に似てるなっていう感じがして、あるんじゃ日本が先駆けてるなっていうふうに感じて捉えておりました。じゃあその90年代末から2000年初頭、日本の一番厳しくなった雇用問題、若年層が声を奪われる中で、その後徐々に、まあその後2000年代初頭入って、不良債権処理の加速化とか進む中で、中高年にも出向機会の不安っていうのが広がっていくわけでありますけど、まあ、そんな中高年に失業したときに、まあ、何が大きな問題になったのかっていうことを、まあ、悲哀っていう言葉で書きましたけど、まあ、当時中高年の雇用、まあ、職探しをするっていう中で、やっぱり資格が大事だとか、グローバル化の中でやっぱり語学能力が大事だって言われましたけど、実は本当はもっと大事なことがたくさんあって、まあ、多くの方がやはりこう転職で正社員を目指されるわけですから、まあ、正社員を目指されるとか、何があるかって面接があって、まあ、面接で聞かれるわけなんです。何で聞かれるかっていうと、まあ、いろいろ聞かれるわけですけれども、一番大事なあんたこれまで何してきたんですかって必ず聞かれるわけであります。赤の他人に。もうそれ履歴書に書いてあるじゃないですかってダメなわけです。あんたの口から聞きたいんですっていう時に、あんた何の仕事をしてきたんですかって聞かれて、これ答えられないっていう人がたくさんいたっていうのが、2000年代初頭の現象であります。よく当時日経新聞の中で笑い話的に書かれて、何ができますかって、部長ならできますって言ったって話が当時よく言われましたけど、まあそこまでひどいわけでもなく、ただやっぱりこう、自分自身がやってきた、まあ最近の言葉ではキャリアっていうのを自分の言葉で言語化して、それを相手に対して伝え、ある種のこう、シンパシーとか共感を自分の知らない人に対して与えるっていうトレーニングが出されてきてこなかった。それこそやっぱストロング体操社会の中で自分と全く無関係の人に対して、自分の仕事とか自分でやってきたことを自分の言語で発言する機会も強いチャンスもなかったんです。そういうところに放り出されて、なかなかうまくできないっていう。実際これが一番大変だったわけであります。まあそういう意味ではこう、ウィークタイズみたいなものがないコーポレーションの中で生きてきたことが、環境変化の中で大きな影響を持ってきたっていう面も実際にはあったということは、忘れてはならない2000年代初頭の大きな事実だというふうに思っています。さて、まあ、日本の問題を考えていくときに、世代効果っていうことを、まあ、労働経済学者の中で大変言ったりもいたします。ちょっと字が小さいので、これはまあ、見ていただくと結構なんですが、まあ、何を表しているかって言いますと、日本であの、非常に不況の時に学校を卒業した世代っていうのは、ずっと雇用状況大変です。不況の時に失業するって、ずっとあの、不安定雇用とか、低賃金に甘んじる傾向が非常に強い。じゃあこれ外国はどうなのって言われたときに、外国よりも日本の方が明らかに顕著に強いようです。しかも日本の中の比較的こう学歴の高くない層、中学卒とか高校卒の中で一旦不況期に